チャンネルインクルージョンの時間です。お仕事頑張ってますか、みしかです。ふわふわしてますか、みさこです。動物と触れ合ってますか、ちひろです。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市青葉区中央にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。いやー今日も暑いね。暑いね梅雨はどこに行ってしまったんですかね。まだ梅雨だね。雨降りそうだもんね。ということでね、本当に暑い夏にもかかわらず今日もみんなで一生懸命働いていますが、一人だけ温泉休暇に行ってきた人がいる。火曜日と水曜日に温泉に行きました。ご家族とね、お父さんとお母さんと弟と私の4人で車に乗って銀ちゃん温泉に行きました。ということで今日はみしかさんの温泉物語を聞いてみましょうか。はい、銀座温泉どうでした。温泉気持ちよかったです。まず仙台から山形へと向かいましょうか。エア車の車内だ。もうギアが王に盛り上がりますね。楽しいね。車に乗っていきました。ハートも乗りたいかもね。そうだね。さて近づいてきましたよ。着きました。着きました。荷物を持ってくれました。優しい人、お持ちしましょうって言われた様、そして行って、通されたお部屋はどんな感じでした。私はお母さんと一緒に、部屋に入りました、入りました。畳、畳、畳のちょっといい、窓からは何が見えました。山が見えました。山々の姿がいいね。空気も美味しい、川のせせらぎいいね。さて、いよいよお待ちかねのお風呂タイム。お風呂、はい、浴衣着て、浴衣だよ。そして、お母さんと一緒に入りました。浴衣、何点でしょう。100点。また100点出ましたね。お風呂どんな感じでした。気持ちよかった。そして、お風呂から上がった後は髪を洗いました。髪を洗って汗を流しました。汗を流し、そしていよいよごちそうタイムへと。お母さんと一緒に買い物に行ったの。お、買い物に行った、何を買いました。いろいろ、そう、3人のやつを買って、いろいろ買って、2枚買ったのもいいし、いろいろお土産的な。お土産ね。お土産、そこにね、あったのよ、いいね。アイドルにも渡してくれたり。そうだね。あ、お土産もらったの。うん、で、食事の方はいかがでした。エビも美味しかったです。エビが出ましたね。あと、いろいろ、ありました、いろいろありました。ちひろさんの温泉三昧では部屋を間違えたり、お風呂場でおじさんが財布を盗まれたり、カニ食べ放題が食べられなかったりしてましたが、そういうトラブルはどうでした。 なかったです。私は間違えてないよ、大丈夫だった。私は結構満足度が、そう、ちひろさん、みちかさんの温泉三昧は結構満足度が高かったようですよ。ということでね、みちかさんの温泉三昧、楽しかったよ。なんか一番楽しかったのとか、ここがポイントみたいなのありますか。暑かったんですけど、スイカ買いに行って。スイカね、スイカ美味しくて。尾花沢スイカとか有名ですよね、山形ね。スイカも食べて温泉も入り、非常に満足した。ズバリ、みさこさん、いかがですか。楽しそうだった。楽しそうだね、これで、あれ、みさこさんもこの間行ってきたしね、これで温泉行ってないのは誰ですか。俊介さん、俊介さん温泉行ってる。温泉行ってる、行ってるって。ゆうさんは。僕は来週長野行くんで、その時もさ。あ、長野もね、温泉大国ですもんね。だからアイドルで応援してるの、
ってあのとしきさん、お盆休みの時、温泉行くね、言ってたよ、言ってたよ。やっぱり温泉と日本人とは切っても切れない関係にあるということですかね、じゃあ我々は温泉アイドルとしてこれからデビューしていきましょうか、ということで、アイドルインクルージョンデビュー曲温泉に行こう、聞いてください。お願いします、お願いします。ということで皆さん、またお会いしましょう。バイバイバーイ。部屋に戻ると敷かれたふかふかの布団。